アパレル業界で人員削減が相次ぐ事情とは。アパレル業界では希望退職の募集に踏み切る企業というのが後を絶ちません。でライトンもですね、アメカジブームというのはちょっと低迷してしまいまして、でショッピングセンター向けのブランドとその価格競争するので2017年度と2019年度は営業赤字に沈んでました。どうもこんにちは。見て聞くだけでわかる経済ニュース、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹政秀明です。今日はアパレル苦境で人減らしの嵐が止まない事情というテーマでお送りします。2020年末から新型コロナウイルスの感染者数が再拡大し、アパレル業界は逆風にさらされています。ユニクロなどの実用衣料を扱う一部の低価格ブランドを除いて、多くのアパレル企業の月次売上高は2020年12月から再び大幅な減少に陥っています。東京商工リサーチの調査によると、2020年に早期希望退職の募集を開始した上場企業は93社と、リーマンショック後の2009年に次ぐ高水準でした。業種別ではアパレル繊維関連企業が最多で、その数は18社と全体の約2割も及んでいます。竹政さん、今もアパレル業界の苦境は続いているのでしょうか。そうですね、2021年に入ってからもアパレル業界では希望退職の募集に踏み切る企業というのが後を絶ちません。マッキントッシュロンドンなどを展開する三洋商会は1月に全社員の1割にあたる150人規模のですね、希望退職者を募集すると発表しました。2月に入ってアパレル大手のワールドもグループ会社で100人の希望退職を募ると言いましたね。でジーンズ量販店のライトオンも同じ2月に、同社として初めてですね、希望退職者を募って約40人募集するというふうに公表しています。三洋商会は数年前から業績悪化が指摘されてきましたよね。そうですね、三洋商会が希望退職の募集を行うというのは、2013年以降で4度目になるんですね。昨年11月からコロナの第3波が直撃しまして、より厳しい状況に追い込まれています。ワールドは2020年9月にも全グループ会社を対象に約200人の希望退職者を募集して、計画を上回る294人の退職が決まっていました。追加で希望退職者を募集したということでしょうか。はい、そうなんです。わずか半年で2度目の希望退職者を募集ということになりました。不採算事業の整理とか、一部ブランドの廃止、店舗の撤退などの策も進めていきます。事業の整理で立て直しを図るという戦略のようですね。一方でこれらの大手アパレル企業が発表している数字というのは氷山の一角とも言えまして、非正規雇用の比率が高いですね、販売員さんとかパタンナーさんとかデザイナーさんとかは、各社が進めているその大規模な店舗撤退とか事業縮小に伴って雇い止めとか解雇されるっていうケースも珍しくありません。アパレル企業でこれだけ人員削減が相次いでいるのはなぜでしょうか。アパレル業界の先行きに対して不安が高まっています。コロナの影響で一気に需要が蒸発したようなですね、航空業界とか観光業界などと違って、アパレルっていうのは2020年以前から消費者のですね、衣料品に対する低価格志向の強まりとかカジュアル化っていうものが追い打ちになって業績悪化に苦しむ企業というのは増えていました。で三洋商会はですね、百貨店を主要な販路にしてきましたけれども、2015年にイギリスのブランドバーバリーのライセンスを契約して、その終了した穴というのを他のブランドで補えずに、2016年度から営業赤字が続いています。営業利益というのは本業の儲けを示す数字ですから、本業で利益が出てない状態なんですね。ワールドは2015年以降に不採算ブランドのリストラとか人員削減を進めて、収益性こそ改善したんですが、2019年度の売上高は5年前と比べて2割も減ってます。でライトンもですね、アメカジブームっていうのはちょっと低迷してしまいまして、でショッピングセンター向けのブランドとその価格競争するので、2017年度と2019年度は営業赤字に沈んでました。
コロナの感染防止でテレワーク、在宅勤務が進むなど消費者の生活スタイルが変わっていることも影響しているんでしょうか。そうですね、その通りです。スーツとかジャケット、まあ、こういったものですね、はい、オフィスカジュアル系の衣料の需要というのは今後さらに縮まるという見方があるんですね。また2020年の秋冬、まあ、ちょうど今のタイミングですけれども、はい、無印良品とか GU が衣料品の引き下価格の引き下げを相次いで表明しまして、はい、でまたユニクロもですね、2021年の4月からですね、まあ、総額表示というのが義務化されましたから、そうですね、はい、でそれで税別表示だったところの商品の本体価格をそのまま税込み表示に変えたんですね。そうすると実質約9% の値下げになったんですね。そうすると価格競争にも一層拍車がかかりそうだということなんですね、はい、まあ、東洋経済でアパレル業界を担当している牧あゆみっていう記者がいるんですけども、はい、彼女の取材によるとアパレル業界からはコロナが収束したとしても売上高が以前の水準に戻るという見通しは全く立てられないという声も聞かれているそうなんです。一方でどの企業も簡単に人員削減に踏み切れないという事情もありそうですね。そうですね、希望退職というのは多くの場合40代以上の中高年社員というのが対象になります。まあ、退職者にはですね、基本給何ヶ月分などといって、はい、相応の割増金がね支払われるわけなんですが、はい、会社にとっては人員を減らすっていう分だけ一時的に多額のお金が出てしまうので、そっか、そうドカンと出すわけですね、一人頭で、はい、そうするとこの決断っていうのができるかっていうとその体力があるかっていうことなんで、でためらう会社も少なくないというような状況なんですね、はい、でもその決断が遅れてしまうとリストラが今度手遅れになってしまうから、まあ、希望退職を募るっていうところもあると、あとまたそれから有力な人材が出ていくっていうリスクもあるんですね。難しいですね。難しいんですよ。でそれでもコロナの影響でね、アパレル不況が一段と深刻化すると、はい、各社で生き残りをかけたリストラっていうのが増えるってことが避けられそうにないっていうことなんですね。いやー、底なしの不況に陥っているということですよね。そうですね、アパレル各社になんとかこの事態を打開してもらいたいものです。ということで今日はアパレル苦境で人減らしの嵐が止まない事情というテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いします。スタッフも全部目を通しております。そしてもっと詳しい内容をお知りになりたい方は東洋経済オンラインで2021年2月19日に配信した記事アパレル苦境で人減らしの嵐が止まないを概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。